ゲーム、テレビシリーズと今話題のゾーイ、その5年前の世界を描くオリジナルビデオアニメ、ゾーイ2167イドロ。人はなぜ戦うのか、俺は何のために戦うのか。行くぞイドロ。オービタルフレーム開発の謎が今解き明かされる。ビデオ DVD 好評発売中。宇宙の運び屋ジェイムズ・リンクス、彼はある日ピンク色のコンテナを運ぶことを依頼される。あのコンテナを地球まで、楽なもんでしょ。しかしその中には謎の巨大ロボットドロレスが。何なんだお前。私はドロレス。果たしてドロレスと名乗る巨大ロボットとは、そしてジェイムズの運命は。ゾーイドロレス愛、4月20日スタート。宇宙の運び屋ジェイムズ・リンクス、彼は巨大ロボットドロレスと思いもよらぬ出会いを果たす。あなたは誰？誰だ。私はドロレス。次々と巻き起こるトラブル、そして木星で発見された新たな資源メタトロンが人類にもたらすものとは。シン、ゾーイドロレス愛、毎週金曜夜10時半。次々と巻き起こるトラブル、そして木星で発見された新たな資源メタトロンが人類にもたらすものとは。ゾーイドロレス愛、毎週金曜夜10時半。ゾーン・オブ・ジ・エンダース、ドロレス愛が7月21日、ついにビデオと DVD になったんですって。これがあればいつでもおじさまに会えるのね。私だけのおじさまでいてほしいけど、この際皆様にも分けてあげちゃいますわ。しかも DVD の初回版には特典までついているんですって。大変急いで買わなくちゃ。私、オービタルフレームのドロレスと申します。今日は皆様に私とおじさまの思い出がいっぱい詰まったビデオと DVD をご紹介しますわ。愛を語り合い、そして共に戦ったあの日々がまたこうして見られるなんて感激ですわ。ずっとおそばに置いてくださいね。ドーン・オブ・ジ・エンダースドロレス愛、ビデオ DVD 好評発売中。このあなた、何かお困りのことはありません？子猫ちゃんの迷子からはたまたスペースウォーズまで、あらゆるトラブル無理やり解決。お申し込みはこちらまで。こちらまでってどちらまでよ。テレビを見ればわかります。最高のキャラクターダーティーペア、ユリとケイのお熱い標的はプッツン博士と怪しく危険なモンスター数々の危機が。セクシー美女ユリとケイが華麗なアクションで迫る劇場用オリジナル最新作ダーティーペア。
1996年、火星に着いた私たちを待っていったものは見たこともない機動兵器の戦いだった。戦争だけは絶対に嫌。私の名はアンナ・ステファニー、14歳。僕はグラドスから来た。地球は狙われている。青木流星 SPT レイズナー、お楽しみに。西暦2201年、大いなる愛とロマンを乗せて今ヤマトが新たな旅に出る。ヤマト発進。10月14日土曜夜7時スタート。どうぞお楽しみに。